ザーラ。あ、よく電話してくれたね。え、今日会社終わってから。全然大丈夫よ。何にしようか。7時、いや8時にしよう。8時、8時に、じゃあ8個前。ちょっと待って、仕事して仕事。あ、ごめん、大丈夫？ごめんね。あっちで見せて。すごいよ、言っとけよ、本当に。お前なんでここにいんだよ。じゃあ先に失礼します。お疲れ様でした。何だ、飲み行く。じゃあ私もお先に失礼します。あら、あれ何する。なんかそれ怪しいタイミングじゃないの。あらららら、もしかして二人でデート。あら、子供って入ってるか。じゃあ大丈夫か。お疲れ。たまには俺のデートしない。元気ありそうだから、うん、じゃあ帰るわ。あ、何？枕、クッションとアイスのちょっと元に戻してよ。私そこまで行く元気ないんだから。さっきも元気満々だったじゃねえかよ。うん、お前ちょっと旅館選んだり予約取ったりするの手伝え。勝手にやれば私関係ないもん。ほら、私があんまりてっぺんに親切にしちゃうとみんなが怪しむでしょ。で、てっぺん、たまにはうちに来ない？ん？残業終わったらおいでよ。私が肩叩いてマッサージしてあげちゃう。それとも、違うマッサージがいい？何バカ言ってんの？本当にやらせるぞ。怒ってた、怒ってたもんね。今度会ったら蹴り出てやるって言ってた。マジで？股間にね。嘘。来る。どうしたの？顔が暗いよ。そう。あ、なんか今日熱愛宣言したばっかとは思えない。なんかあった？いや、別に何もない。本当に？本当に本当に本当に何でもない？しつこいな、まあ、あんましつこいとな。もう早く。